ボイシボイシは、アメリカ海軍の軽巡洋艦。ブルックリン級軽巡洋艦の一隻。艦名は、アイダホ州の州とボイシにちなむ。ボイシは、バージニア州、ニューポートニューズのニューポートニューズ造船所で寄港した。1936年12月3日に、サロメクラーク、アイダホ州知事の娘によって、命名、浸水し、 1938年8月12日に、艦長ベンジャミン・ボーン・マッキャンドリッシュ大佐の指揮下、収益した。1939年2月、モンドビア、リベリア、ケープタウンへの成長巡航後、ボイ氏はカリフォルニア州サンペドロで、第9巡洋艦分艦隊に配属される。1941年11月まで、西海岸及びハワイ水域で交互に活動した。 その後フィリピンのマニラに向かう5隻の輸送船団を護衛時12月4日に到着する。その途中の11月28日、ボイ氏はサイパン島近海でトラック諸島に向かう第6艦隊機関の軽巡洋艦カトリ、清水テルメ中条座城とすれ違った。ボイ氏はすべての砲塔をカトリに向けつつ、円幕を張って輸送船団を隠した。カトリは ボイシと輸送船団が見えなくなってから、ボイシとの遭遇を打電した。1941年12月8日の太平洋、戦争勃発時、ボイシはセブト沖にあった。東インド諸島で第5任務部隊に加わり、1938年からに配備されていた、軽巡洋艦、マーブルヘッド及び、駆逐艦隊と共に、 バリクパパン沖に集結した日本の攻略部隊と輸送船団を攻撃すべく進撃した。これらの部隊は1942年1月の時点で連合軍艦隊が構成的作戦に使用できる精一杯の勢力だった。しかし、ボイシュは1942年1月21日にで暗礁に衝突し、マーブルヘッドも機関部長で交代して、 バリクパパン沖海戦には参加できなくなった。ボイ氏はコロンボ及びボンベイで、王宮修理の後、メアアイランド海軍造船所へ向かった。修理が完了すると6月22日に出港し、船団護衛でニュージーランドのオークランドに向かう。護衛任務終了後は、新珠湾に帰島し、ガダルカナル登場陸に際して、日本軍を拡乱する目的で7月31日から8月10日まで。 日本の勢力圏内を巡航した。8月にはフィジー及びニューヘブリディーズ諸島への輸送船団を護衛し、9月14日から18日までガダルカナル島へ上陸する海兵隊の支援を行った。10月11日から12日の深夜に行われたサボ、島沖海戦はガダルカナル島争奪戦の中における一つの頂点である。 南太平洋部隊司令官ロバート・エル・ゴムレイ、中将は太平洋艦隊司令長官チェスターニミッツ大将に疲れる形でニューカレドニアから3000名の新たな陸軍部隊をガダルカナル島に送り込み同時に東京急行を阻止する艦隊を出撃させることした。東京急行の脱線の命を受けた艦隊第64任務部隊ノーマン・スコット少将は 従巡洋艦サンフランシスコを機関とし、従両艦はサンフランシスコの他はソルトレイクシティ、軽巡洋艦、ヘレナそしてボイシがいた。第64任務部隊は10月7日にエスピリトサント島に集結し、2日後にガダルカナル島近海に到着して警戒しつつ待機した。やがて陸上偵察機により、 ご当存知少称率いる日本艦隊がスロットとバレルコースを通って接近しつつあることを報告してきた。部隊には輸送船団は付属しておらず、ヘンダーソン飛行場砲撃を狙ってきた部隊と推定された。これを受けて第64任務部隊は接近を妨害すべく砂防島沖に移動した。第64任務部隊の弱点はスコット少将が 新型レーダーを装備していないサンフランシスコを機関にしていたことだった。10月11日の真夜中近くになり、第64任務部隊と後藤少将の艦隊はガダルカナル島のエスペランス岬北方海域で交戦。第64任務部隊は定時戦法を取り、後藤少将の艦隊に対して有利な体制となった。 第六十四任務部隊の一斉射撃により、従順洋艦古高と駆逐艦吹雪を撃沈して、従順洋艦青葉を撃破し、後藤少将を戦死させた。ボイ氏は、古高と砲撃戦を行い、一、二、三番砲塔付近に直撃弾を受け大破し、百七名が死亡した。その他、ソルトレークシティも三発被弾し、前衛の駆逐艦弾艦とは、敵味方領部隊の間に迷い込んで、 双方からの砲撃を受け、弾艦が沈没した。大破したボイシは、その後フィラデルフィア海軍造船所に開港され、11月19日から1943年3月20日まで修理が行われた。修復なったボイシは6月8日に地中海に向けて出港し、6月21日にアルジェリアのアルジェに到着した。7月10日から8月18日まで。 シチリア島上陸作戦において支援艦砲射撃を行う。9月にはイタリア戦線に馳せ参事、ターラント、9月9日、10日及びサレルの9月12日から19日でのイタリア本土上陸を支援した後、11月15日にニューヨークに向けて出港。その後再び南太平洋に向かい、12月31日にニューギニアのミルー湾に到着した。 1944年の1月から9月までのボイ氏は主にニューギニアの北部海岸沿いでの作戦活動に参加した。その中にはマダニエの砲撃1月25日、26日、フンボルト湾上陸4月22日、枠手島砲撃4月29日、30日及び枠手島上陸5月15日から25日、ビアク島上陸 5月25日から6月10日、上陸、7月1日、2日、サンサポアミサキ上陸、7月27日から8月31日、モロタイ島、占領、9月1日から30日が含まれる。戦線がフィリピンへ移動すると、ボイシも北方へ移り、レーテ島、上陸、10月20日から24日を支援した。 10月25日未明のスリガオ海境海戦では、ボイシュはフェニックス及び、オーストラリア従順洋艦、シュロップシャーと共に、少将の第77.3任務軍に属し、ジェシー・ビー・オルデンドルフ少将の第77.2任務軍と共同して、西村昌治中将を率いる艦隊を撃滅した。その後、ミンドロ島、上陸、12月12日から17日及び、 英語作戦への迎撃行動、1226日から29日、20時。1945年に入って、ルソン島の戦いでは、リンガエン湾上陸、1945年1月9日から13日、の後31日まで、支援活動を行い、さらにダグラス・マッカーサー原水の、コチバターン半島コレヒドール島の占領、2月13日から17日、 ミンダナオ島のサンボアンが上陸3月8日から12日に参加した。1945年1月5日には、スリガオ海峡で日本の特殊戦艦に来撃されたが、巨雷は命中しなかった。ボイシは続いてボルネオの戦いに参加し、4月27日から5月3日のためボルネオ島近海に移動した。月日から日までボイシには、 マッカーサー原水が座上し、中央南部フィリピン及びブルネー湾を合計3万5000マイル巡航した。ボイ氏はサンペドロに向かい、7月7日に到着した。ボイ氏はサンペドロに泊まり、10月までオーバーホール及び訓練が行われた。10月3日に東海岸に向けて出港し、10月20日にニューヨークに到着する。ボイ氏は 第二次世界大戦の先行で11個の従軍聖賞を受賞した。ボイ氏は大戦終結翌年の1946年7月1日に退役した。1951年1月11日、ボイ氏はアルゼンチンにフェニックスと共に売却され、ヌエベでフリオ、ヌエベでジュリオと改名された7月9日のい、アルゼンチンの独立記念日。収益後に、 オランダ製レーダーの装着とヘリコプター2機の搭載が行われた。ヌエベデ・フリオは1955年9月19日、海軍と陸軍によるクーデターで、マルゲルラタの給油施設を及びその他の目標に砲撃を行った。ヌエベデ・フリオはその後も任務に泊まり、1978年に退役。武装撤去後に日本へと栄光され、 スクラップとして1983年に廃棄された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。